7兆円ぐらいしかない公共事業費をまず 1.3 兆円、1兆3000億円減らしますと選挙公約に書いてあるじゃない。それから自動車のガソリンの暫定税率分、しばらくの間高めの税率を納めてくださいとお願いする。分かった。その代わりこの税金分は道路整備に使うんだなということで、毎年そのような使い方をした。暫定税率分の道路に整備に使う2兆6000億円、これが来年の1年分。これが民主党が政権を取るとそれをゼロに、7兆円の公共事業を1兆3000億ゼロに減らす。合計1兆3000億と2兆6000億、3兆9000億、その数字を頭に入れておいてください。私は心配するのは、今日16団体の皆さんがおいででありますが、2年前、読売新聞社がこういう調査をしました。各都道府県の全世帯数の中で、どれくらい建設業関連の職場で働いているかという割合を出してみた。大分県は40万世帯の中で10万世帯の皆さんが建設業関連の職場で働いて生計を取る。こういう報告、これが新聞にドーンと出ました。大分県は 25%、 青森、秋田、岩手県、こういうところは 29%、 27%、 いかに公共事業に依存しているかが分かると思います。それがですね、15兆円あったのが7兆円になったんです。意味が分かると思います。そして農家の皆さんも、兼業農家の皆さんも、自宅数はほとんど兼業農家ですが、農業所得と農業外所得は建設業の関連職場で働いてるじゃありませんか。その職場がなくなることを意味するんです。しかし野党の諸君は、やっぱり労働組合の政党だ、大きな組織の成功だ、私たちの建設業の苦しみ、悩み、農業の林業の苦しみも分かっとらん、1兆3000億減らすんだ。麻生総理は、日本の景気を立て直す、経済を立て直す、それには3年かかる。いわゆる全部を治す全治、病気を、経済の病気を治す全治、3年、今年は1年目だ、あと2年、3年、3年かかると言ってます。その病気を治すというのに、どうですか。民主党は政権取った、1兆3000億の公共事業を廃止する、2兆6000億を廃止する、3兆9000億を廃止して、病気を治すどころか大変なことになるわけですね。全く地方経済が分かってない、このように言わざるを得ないわけであります。皆さん、どこの国も国づくりには大きな税金が5つあります。所得税、会社の利益にお願いする法人税、お酒の税金の酒税、もう一つはタバコの税金、そしてもう一つは消費税。消費税を除く4つの税金はみんな世界大体同じぐらいです。同じぐらいです。今日本で所得税を上げられますか。所得税の増税はできないでしょう。法人税を増税したら、日本に来ている外国の会社が全部法人税の安い韓国ソウルに会社を落としてしまいます。極東支社、アジア支社、そういうの全部外国の企業が日本から逃げ出します。法人税上げられないんでしょう。お酒の税金は上げたら、これはもう大変なことになる。タバコの税金も上げられない。ですから外国は消費税をみんなでこれを作って徐々に徐々に上げてきたと、こういうことであります。今日本の法人税は 30% です。ドイツの法人税は 15% です。2008年の1月1日からドイツは 25% だった法人税を、いっぺんにですよ、2008年の1月1日から 10% 落として 15% にして、周辺の国々の会社を全部ドイツに集めるという戦略を取ったんです。素晴らしいじゃないですか。これはドイツにヨーロッパの国々の会社が全部本社を持っている。あそこはヨーロッパ経済共同体 EU ですからね。
国は別々ですけど、本社はどこに置いてもいいから、それドイツってみんな集まってきた。しかし、その代わりに、ドイツはメルケルという女の首相を選んで、その時に消費税が 16% だったものを、あと 3% 上げて 19% にしたんです。その代わり、法人税を 10% として、ヨーロッパの国々の会社をドイツに集めたんですね。素晴らしい政策だと思います。こんなことをやっぱり日本もですね、よくよく先を見つめて考えていかなきゃならない。